普段は3万円くらいの中華製 3D プリンターでプリントしているけど、今回は DMM.make にプリントを依頼してみました。注文してから10日で届きました。サポートは除去された状態で届きました。さてどんな感じでしょうか。袋に入れたためでしょうか、足が潰れているようです。足が上に向かって曲がっています。非常に細いサポートが少し残っていました。サポート痕はほとんどわかりません。細い爪もちゃんと造形されているようです。約3万円の中華製 3D プリンターと比較してみます。白で見にくいですが、レイヤーの段差は割とあります。ヒートガンで足を修正してみます。前足ちょっと細すぎたかもしれません。加熱すると柔らかくなりました。頭を持ち上げて威嚇している姿勢です。足の角度は修正できたみたいです。残っていたサポートを取りました。1000円台でこのクオリティなら自分でプリントするより楽かもしれません。ちなみに DMM からはお金をもらっておらず案件ではありません。私の 3D データは無料でダウンロード、有料でプリントを依頼できます。今回は一番安いレジンを選択してみました。 F1 は1ミリ以下のパーツが多くてキャンセルされました。 NSX がまだ納品待ちです。